どうも、レウンゲーム TV です。今回もヒーローモードに隠された細かすぎる小ネタの数々を集めてみました。ヒーローモードの入り口となるバンカラ街のマンホール。ヒーローモード開始前はこのマンホールから当たり目がこちらを見ていますが、ここで近づいて耳を澄ますと、このかすかに聞こえる音楽、よく聞くと、序盤のクレーターで流れている BGM になっていて、実はマンホールから外に音が漏れているというこだわり。ちなみにオルタナに到着した以降に先ほどのマンホールに近づくと、ちゃんと漏れている音がオルタナのサイト1の音楽に変わっている。細かすぎる。サイト後のショクワンダーを使って空中の足場を飛び移っていくステージ。このステージを最後まで進むと、巨大な門とそれを守る門番のタコがいますが、ここで門番を無視して端っこの足場に乗って、ここから門目がけて飛ぶと、専用のセリフを見ることができ、あっさりと門の先に到達できてしまう。門番かわいそうすぎる。サイト後のレールに乗りながら的を破壊していくステージ。このステージの終盤には積み上がったタワーが登場しますが、このタワーをめちゃくちゃ素早く破壊すると、とめちゃくちゃ早く破壊した時だけ2人がベタ褒めしてくれる特別なセリフが、嬉しすぎる。サイト1の巨大なモアイ像をお肉で塗りつくすステージ。塗りつくした後、通常であればこのままゴールに向かいますが、ここでゴールせずにさっき塗ったモアイ像の方を振り返ると、なんか回ってる。ゴール地点から見るとなぜか回るようです。回ってる意味はわからないけど、作り込みはすごい。ここから後の小ネタはストーリークリア後のネタバレ要素や考察を含んでいるのでご注意ください。ヒーローモードをクリアする前にスリム連合のスタジオを覗くと、このように反応してくれるシリーズおなじみのネタがありますが、ヒーローモードをクリアした後にスタジオを覗くと、ヒーローモードで面識があるためか、クリア前よりも大きく手を振ってくれるという細かい変化が、エモすぎる。
ヒーローモードクリア前のクマさん紹介には、クマが鮭を捕らえる木彫りの像がありますが、ヒーローモードでクマさんを倒した後は、鮭がクマを捕らえる像に変更されています。しかし、ヒーローモードクリア後も、この像はクマさんを名乗って喋り続けています。クマさん本体は倒したはずなのに、クリア後のクマさん紹介は誰が運営しているのか。その手がかりとなる怪しいキャラが、ゲーム内に1匹だけいます。縄張りバトルの判定をしてくれる、コジャッジくん。彼を、ヒーローモードクリア後に見てみると、クリア前はつけていなかった謎のインカムをつけている。もしやクリア後のクマさん紹介でこのアンテナを通じて喋っているのはコジャッジくんなのか。思えばロビーにジャッジくんの姿は常にあるのに、コジャッジくんの姿はどこにも見当たりません。そしてクマさん紹介のロッカーの右下には猫の餌入れらしきものも置かれています。さらにクマさん紹介の控え室のテーブルの上をよく見ると、ここにあるペン立ての模様が、よく見るとコジャッジくんの体にあるリボンの模様と同じになっている。さらに3になってからのコジャッジくんはなぜか体の色がクマさんっぽい茶色になっていて、毛並みもクマっぽいボサボサになっています。これはもうコジャッジくんがクマさん紹介に関与しているのはほぼ間違いないのでは。後日配信予定の追加コンテンツで謎が明かされることに期待したいですね。以上、ヒーローモードの小ネタ集5でした。